体がたるんできたりとか、お腹が出てきたりとか、あの濡れにくい、乾燥して、あのお乳垂れてなんて、ね、そういうふうなこうちょっと冷えすることがある。だけどね、皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永清です。今日は大人のセカンドバージンの対策についてお話しします。セカンドバージンっていうのは、久しくセックスをして期間が空いてしまって、次のあのセックスに臨む前に不安、体のこととかどうしようっていうプレッシャーとか心の悩み、こういうものを持たれている大人の女性を指しています。ですが、セカンドバージンに対してどのくらい空いたら、期間が空いたらセカンドバージンなんだっていう明確な定義はまだありません。ですが今回はあの分かりやすく1年セックスしていないとどういうことになってしまって、そしてどういうことに気をつければセカンドバージン対策になるのかという話についてお話していきましょう。とうとうセカンドバージンのお話になってきたんですけれども、先ほどの定義でセックス経験はかつてあるたんだけれども、1年以上性交セックスをしていないわという人をセカンドバージン、今回はこの定義とします。なのでこのセカンドバージンというのが、今回コロナを経てまた増えてきているっていうデータについてお話をしていきましょう。じゃあセックスに対して体の変化が起こっていることをあなたは知っていますか？そして心理的な抵抗や不安があることも知っていますか？っていうことです。で、まあセックスに対して、まあ、昔でやってたんだからいつでもできるでしょってついみんな思ってません？で、私もね、若い頃はそう思ってたの。でも膣萎縮の勉強とかね、いろいろ性交痛外来とかで、あ、みんな知らないよな、やっぱり知らないよな、情報が少ないもんなっていうことに気がついて、今日はセカンドバージンについてね、熱心に話をしていこうと思います。体の変化が起こってくるんですよ。だって私たちの顔だってシミとかシワ増えるでしょう。筋力だって骨だって弱ってくるじゃない。それと一緒で性機能そのものも劣化してきます。じゃあ具体的に何が起こってくるのかというと、膣が使わないと萎縮していきます。そして股関節や膝関節、腰の関節など関節が硬くなっていきます。そして皮膚、粘膜、組織の柔軟性が失われて硬くゴワゴワしていきます。膣とか挿入とかしっかりしていないとか、デリケートゾーンのケアをしていないと、いわゆるゴワゴワになってきてね、伸展性が失われた。で、挿入してもね、痛いとか、あの男の人側もよで気持ちよくないとか、そういう風になっていきます。じゃあセカンドバージンの人が気をつけておくべきことっていうのは、実は気持ちの問題だけじゃないんで、体自身が変性、膣萎縮を起こしてるんじゃないですか。ここに気づいときましょう。だからケアして、痛きとか相手にね、ストレスを感じさせないようにしときましょうっていうね、この膣萎縮についてお話をします。とね、放っておくとね、女の人の膣っていうのは入り口が、膣が硬くなってゴワゴワして小さく縮こまってきます。その結果、場合によってはですね、挿入できない、もしくは挿入しようとすると性交痛、激しい痛みが出てくる、こういうことが起こってきます。じゃあなんでこんなことが起こってくるんですかっていうと、更年期っていうのは、だいたい女の人40代から始まってくるんですけれども、女性ホルモンの低下です。女性ホルモンとは主にエストロゲン、その中の主要成分エストラジオールの低下がベースにあります。女性ホルモンが低下してくると何が起こってくるかというと、膣の善玉菌が減少してきます。その結果、別に不潔にしているわけじゃないんだけれども、匂い、ツンとしたですね、変な嫌な匂いが起きてきます。皆さんもですね、あの更年期以降になってくると、なんだかお風呂入る前に下着脱いだらなんかパンツが臭いななんて感じたことありません？織物の変化とかね、これが自然と起こってきます。女性ホルモンが低下してくるとコラーゲンが減少してきます。その結果、伸展性が悪くなってセックスの時の性交痛を感じやすくなります。また女性ホルモンの低下は膣壁そのものを薄くして、膣の分泌力を低下させます。なので濡れにくくなり、擦れやすくなると傷つきやすくなります。その結果、乾燥を起こしたり出血したり、もちろん性交痛という痛みを感じやすくなります。こういうことが自然と、何もしなくても大丈夫っていうんじゃなくて、何もしなくてもこうなってるっていうことを知らないと痛い目に遭います。
なので久しぶりのセックスに臨むときは心を整えるだけじゃなくってセックスできる体を整えておくっていうのがもう大人の身だしなみです。いいですか？それで今日は更年期以降のセカンドバージン、もう今日は言っちゃう、鉄の掟3つ心技体についてお話ししていきましょう。いいですか？もうセカンドバージン、更年期以降、鉄の掟3つ。1つ、いつでもセックスはできると思うな、体がついていってないよ。いい？2つ目、セカンドバージンは五輪の法則、これはスキルです。いいですか？3つ目、そうは言っても愛に年齢は関係がない、これが心技体の心になります。心の問題です。いいですか？もうね、いつでもね、ぼやりとできるんじゃないの、だってできてたもんでね、こうやってね、いつでもできるっていうのは実際は20代もう30代以降はね、女性ホルモンが減ってくるから整えておかないと、久しぶりだと硬くなったり感じ方が違うっていう変化に戸惑うことがある。そしてセカンドバージン五輪の法則、これは概略で言うと、もうオリンピックの時だけ 100m 走を走るんじゃないでしょう。日々鍛えておくでしょう。しっかりトレーニングしておくでしょう。それと同じ、いつでもセカンドバージンできる、フォーリンラブできる体を整えるために、そう、セルフプレジャーでしっかりとケアをしておき、膣を潤す、そして濡れる体を整えておく、日々訓練しておくっていうことが必要です。そうじゃないと衰えちゃう。そして3、愛に年齢はない、これはね、とてもメンタルも重要です。卑下しちゃうのよ、自分のことを。ついついもう年だからとか、こんな年になってセックスしたいとか、なんていうの、彼と寝たいとか、そういうことを思うこと自身が恥ずかしいんじゃないかなって思わなくていいから、死ぬまで、灰になるまで愛に年齢は関係ない、この気持ちをもう3つ持つ、これがね、セカンドバージン、鉄の掟、3つの法則。まず体からお話ししましょうか。このいつでもセックスできると思うなよ、もうこれね、もう厳しく言っちゃいました。いいですか？使わなければ劣化するのが体の基本です。いい？女性ホルモンが低下するんだから、エストラジオールを補給しておきましょう。そして善玉菌が減少してね、もうクンディリングスの時に臭い、いやもうこの人って思われないようにするために、膣、善玉菌、そう、乳酸環菌をしっかり補給して、膣の中を潤して、膣の活動を活発にしておくこと。そして3つ目、そのままだと血流が低下しちゃうんだから、マッサージして血流を保って、そして血流改善から組織の柔軟性を保っておく、これはね、もう基本中の基本で、これはね、したい時だけするじゃなくて日々お手入れしておくの。顔に化粧水を塗るような感じでしておくんですよ。でもこれもね、簡単です。もう簡単ですよ、仕方も。そしてその成果っていうのがどのくらい出るのっていうことを研究してみました。これはですね、第30回日本性機能学会性部総会で発表されています。エストラジオール、まあ、女性ホルモンのエストロゲンの有効成分ですね。エストラジオール、ドクターエストラさんのゴールドラベルでマッサージをしてもらいました。対象は更年期の13名の女の人です。これもネットで手に入りますからね。ドクターエストラさんのエストラジオールが入っている美容液です。これを塗っていただいた8週間の実験です。どのくらい改善するのっていうと、これ匂いですよ。なんでっていうと、善玉菌の餌はグリコーゲン。でもグリコーゲンを作るのは女性ホルモンの作用だから、女性ホルモンが減ってきちゃうと、そう、要するに悪玉菌にね、食い込まれちゃってね、匂いがね、ツンとした匂いになってくる。だから女性ホルモンをさっきのドクターエストラで補充すると、8週間で10が最悪で0がないってすると、最初 4.5 だったのね、その人たちの平均気になる度数が10分の 4.5 気になっていたのが8週間で 2.1 ポイントに減少している。まあ半減以下になってるわけね、たった8週間よ。そして性交痛もどうですかっていうと、むっちょり塗っていただいたのよ、8週間毎日お風呂上がりに。そうしてもらうと、女性ホルモンエストラジオールの補給によって
10分の5痛かった人、5.5 痛かったのね。その人たちが8週間してもらうと、統計学的有意差 P が 0.01 未満、3.2 に減少しています。ゼロにはなってないけれども、半分になっているってことは非常にセックスもとても楽しめるようになってるよね。そして3つ目、かゆみ。これね、結構落としがちなんだけれども、女性ホルモンのエストロゲンが減ってくると、潤いがなくなってくるから乾燥しやすくなって、いじいじかゆくなってくるよね。なので、かゆみっていうものの悩みが10のうち 3.6 ポイントだったんだけれども、8週間で 1.8 ポイント、本当半減したわけ。で、まあ、お風呂上がりにしっかりとこれを塗り込むだけなのね。で、これを下腹部とか太ももとかデリケートゾーンに塗っていく。それによって補充しながら血流を整えるマッサージをしてもらう。で、結果、まあ、このように、まあ、改善していくわけなんだから、まずはこれをだな。でも、明日整えろっていうのは難しいんだよね。これ、8週間、2ヶ月なんだね。だから、セカンドバージンで、いよいよ、ことに臨む、臨まなきゃって思った段階、すぐ始めて。そう、8週間でこのくらいのデータなんだけど、明日は整えられなくても、実際の話、こう、目指しておく、整えておくってことはすっごい大事。で、それと、もう一つが、さっきの匂い。匂いに対してね、もう本人、なかなか清潔にしてないわけじゃないんだけれども、女性ホルモンが減少して、善玉菌が減ることが原因だっていうんだから、このエストラジェル、こちらの方を、膣の周辺、そして膣の中に善玉菌が入ってるから、これをもう塗り込んでもらう。塗り込み方も簡単。このエストラジェルを、指先、ワンフィンガー、この第一関節分、クッとこう出してもらうね。そして、それを、女子のこの性器、ここの塗っている感じで言うと、こう、押し込む。押し当てるようにして、膣壁を整える。筋肉を、粘膜を鍛えるイメージで押し当てるの。1、2、3、4、1、2、3、4みたいな。そして、この、小陰唇、大陰唇のところを下から上に、下から上に、こういうふうにしてね、神経と血管の流れに沿ったようにして、大陰唇もそう。下から上に、下から上に塗り込んでほしい。で、これで女性ホルモンのエストロゲンを補充して、そして、膣の善玉菌、ね、乳酸環菌をエストロジェルで入れていくと。その結果、まあ、この今まで干からびていたエリア、デリケートゾーンの若返りを図るっていう方法なんで、ね、もうすごく仕方も簡単だし、ものすごくシンプルだから。三つ目、心技体の心よ。でね、よく中高年になってくると、気持ちは行くけど体がついてこないとか言うじゃない。でも、セックスに関して言うと、気持ちはついていくかっていうところがあるの。なんでっていうと、ついつい、自信がなくなってきてるから、若い時のような勢いというか、根拠のない自信みたいなのがない。でも、体がたるんできたりとか、お腹が出てきたりとか、濡れにくい乾燥して、お乳垂れて、なんてね、そういうふうな、こう、ちょっと冷えすることがある。だけどね、今日は心技体の心、セカンドバージンの心をお伝えいたしましょう。いいですか？愛に年齢は関係がない。もうこれも、もう心を整えるのが大事だからね。でね、セックスっていうのは、性は肯定的で人生を前向きに捉える力です。なぜかっていうと、性っていうのは誰も侵されないもの、自分自身のもの、自分だけのものでしょ。だから、性を否定するってことは自分自身を否定することになる。だから、高齢者になったから自分自身を否定するなんてありえないよね。自分が自分らしく生きるために性は切り離せない。だから、誰も不可侵であり、自分自身がケアして大切にしてあげる、自分自身が自分を愛することから始まるのよ。だから肯定的、それは年齢は関係がないことだということね。そして2つ目、セックスへの期待に応じて、自分がしたいな、そしてパートナーがあなたとしたいわという期待に応じて、臨機応変に行動することに健全な個人、健全な性の基本はある。そうよ、女の年齢じゃないじゃない。いつ求められても、そして自分自身の期待に応じても、自分自身が体を整えて、デリケートゾーンをケアをして、そしてマッサージをして行動する、そして愛を告白する、
それは健全な個人の健全な営み、それが私たちが生きるということ、そしてそれが人間の三大欲求の性を貫くということです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。セカンドバージンの皆様を本当に心から応援しています。これからもですね、皆様のですね、お役に立てる、そう、人には聞けないセックス情報をガンガン発信していきたいと思っているので、このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。この動画の概要欄に、ジョイが教える特別なテクニック動画、極上の潮吹き、愛欲にまみれたい女を公開しています。ぜひ、下の概要欄から、無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は画面右下にある下向きの矢印をクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある URL をクリックして無料動画極上の潮吹きを受け取ってください。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上の潮吹きへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。